境港市、水木しげるロードに設置された、粉木じいのブロンズ像粉木じいは、水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎の主人公、鬼太郎の仲間の妖怪の一人。粉木じい、または粉木じじい、子、貞などと表記されている場合もある。公式設定では、淡国出身とされる。腹掛けと美のを身につけ、赤ちゃんのような顔に、じいのげを生やした妖怪。年齢は、 アニメ第3作によると3100歳。人や妖怪に抱きつくと石になり、だんだん体重が増加していき、その重さで身動きを取れなくさせる。実際の伝承ではこの技で人を殺してしまう恐ろしい妖怪だが、本作の中では、北郎の良き保護者的な善の妖怪として活躍。砂掛けバーと結婚しているという記述も見られるが、原作でははっきりと明記されてはいない。 むしろ砂掛けバーとは、腐れ縁の関係と言える。アニメ第2作では、真偽は不明ながら別れた妻がいることをほのめかす、セリフがある。アニメ第3作では107話で恋仲になる。妖怪戦物語では砂掛けにベタ惚れ。アニメ6作82話では、砂掛けバーにキスしていた。一部の原作やアニメ第3作52話では小判を溜め込んでおり、 第4作では礼服を用意したりパソコンで情報を収集したりと浮遊な面が描かれている。北朗国鳥物語では人間界の正解に金閣副総理という遠い親戚にあたる人間がいる。副総理本人が遠い親戚にあたる粉記事に手紙を出すと言っており実際に届いている。非常に長生きの割には一週間程度のことが辛抱できない面がある。 1980年代のマガジン版では、リウマチの持病がある。非常に酒好きで、ほとんどのシリーズで酒壺に入れて飲んでいることが多い。基本的に、日本酒が多いが、ワインやビール、カクテルを飲んだこともある。酔っ払って砂かけバーによく叱られる。妖怪大裁判ではネズミ男に睡眠薬入りの酒を盛られて、北郎の弁護に欠席させられる、猫症に、 若さを吸われる、猛者捕獲に、仲間で用意した酒壺の罠に、自分もかかる、単物対策集会に遅刻するなど、酒絡みの失敗談や笑い話は、数多い。ただし、第5作32話では、西洋妖怪との戦いに備えて禁酒して鍛え直し、持ち前の能力を発揮した。第6作では、酒の入った氷炭を肌身離さず持っている。34話では、 バックベアードから逃げる際に落とした。他にも27話では南方妖怪が作った虫の揚げ物や44話ではのっぺら棒が持ってきた魂の天ぷらを酒のつまみとして食べたこともあった。原作初登場は妖怪大戦争、アニメ初登場は第一作、第7話幽霊電車である。原作とアニメ第一作での妖怪大戦争では 西洋妖怪との戦いで戦死したが、その後、第25話、電気妖怪で説明もなくすでに復活しており、しばらくは準レギュラーとして、複数の話に登場しながら活躍し、やがて、レギュラーとなった。身長140センチ、体重25キロから2トン。映画版は、ウエンツエージと田中玲奈の出演を考慮し、原作、アニメより、さらに恒例になっており、 相田寛平が演じたこともあって、関西なまりで喋っている。媒体によっては、前歯が黒く塗られていることがある。老人の姿はしているが、同じ年配者の砂掛けバーとは違って、なかなかに軽快で、高い運動能力を持っている。比較的控えめに描かれている第4作でも、走行中のトラックに余裕で飛び、第5作では、西洋予怪キラーとも称され、 普段のだらしない姿からは想像もつかないほど、大西洋妖怪の勝率が高く、持ち前の能力を発揮させる。第6作では、酒が飲み足らないと走り疲れることもある。伝承通りの得意技。相手にしがみつき、赤ちゃんのような声で泣き出すと、だんだん体重が増加して、動きを封じ、最後には圧死させる。初使用。 妖怪大戦争では重くなるだけだったが、電気妖怪からは体を石に変えて、攻防強に強化できるようになった。この能力のおかげで相手を石にする技を持つ敵にも、動きを制限されることなく戦うことが可能。防御力も極めて高く、ピストルの弾丸が当たってもビクともしない。粉木ハンマー投げアニメ第5作17話で、使用、一旦モメニアネズミ男との連携技。 ハンマー投げの要領で、石化した自身を、ハンマーの方眼、それを乗せた一端木面をワイヤーに見立て、ネズミ男が投げ飛ばす。太郎を飲み込んだ一人間に、強烈な体当たりを食らわせ、太郎を吐き出させた。アニメ第六作三話でも、似たような技でかまいたちを倒した。石化落下高所から飛び降りながら石化して、強烈な衝撃を落下点や周囲に見舞う。第六作三話では、 妖怪城の壁を破壊するのに使用し、36話では、ボルフガング、85話では、七人同行との対戦で、使用した。第4作98話では、妖魔城の同郷で妖力を送られた太郎が使い、妖怪王ぬらりひょんを攻撃。第6作74話では、粉木き爺の魂を取り込んだ、イスルギレイが、衝撃で弾も前の足場を崩す。技名は、ゲーム。 自分妖怪期間から、愛火炎岩石弾、第六作八十二話で使用。砂掛け、バーの火炎砂による炎をまとい、その状態で石化したい当たりする。巨大ぬっぺっぽを貫き消滅させた。頭突き頭は石にならず共鉄のように固く、銃弾や吸血妖怪の牙も通さない。さらに、石化してから繰り出す頭突きは大岩をも砕く。第四作六話と、 妖怪戦物語16話では、北郎牛鬼に食らわせたが通じなかった。第6作11話では、尺子眼をどかすために使われたが、808、狸たちによって入り口を塞がれていたため全く通じなかった。第6作28話では、頭頂部をのみを石化させて、神平の分身コウモリに頭突きをしている。56話では、吸血鬼に変装したネズミ男や、 炎上する屋内の塞がれた扉を破壊する際に使用。ゲーム、異分用回帰端では頭を2回叩いて光らせた後、頭突きをする。杖杖で相手を殴って攻撃する。第4作では攻撃の時に棒高飛びの要領で高く飛ぶためにも使用。第5作では石化させて、威力を高めることも可能。実写映画、第2作では北郎がこの杖にちゃんちゃんこを巻きつけて、 シャの剣と戦った。足止めの術、ヒックシャックの術原作、悪魔、ベリアルで使用。シャックリを敵に伝染させ注意を引きつける。再生能力、北楼のベトナム戦記では、空腹を訴えるネズミ男に、自分の指を食べさせ、また生えると言っている。なおこの指はまずい。アニメ第三作39話では、地獄の番犬に咳固いあたりを仕掛けて逆に粉々に、 噛み砕かれたが、特に処置を受けた描写もなく、元に戻っている。葉緑派放射アニメ第4作で使用。体内の妖怪エネルギーを放射して、仲間の強化に使う。少なくとも、汎用界のネズミ男を含め、北郎一家の全員が使用している。が、粉記事は、北郎のように攻撃や防御など戦闘で使用した、ことはない。地震北郎大百科によると、頭の中に、 真空のなる期間があり、地震を起こせるとされ、ゲーム、復活。天魔大王で使用している。変身アニメ第3作22話と69話で使用、いずれも人間の老人に化けている。元に戻る際、22話は全身から発光し、69話ではぐにゃぐにゃと変形している。アニメ第六作十七話では、伝承通りに顔以外を赤ん坊の体格に変化させ、 鳴き声でうぶめを誘い出すおとり役を担った。表情の特徴として、時々細めになるシーンがある。第1シリーズさかけバーとは喧嘩仲間な雰囲気で描写されている。第2シリーズさかけバーが営む妖怪アパートの住人として、レギュラーキャラクターとなり、砂かけバーとも些細なことで衝突して会うたびに喧嘩が耐えないほどに喧嘩シーンも増加した。 また、気性の荒さを見せる場面もある。赤い腹掛けに黄色で丸が描かれている。第3シリーズとぼけた面も見せるが、他のシリーズに比べるとややしっかりした性格で、目玉親父や砂掛けバーに劣らぬ白色ぶりや指導力を発揮することもある。砂掛けバーとは、窮地の中と設定され、107話で彼女に愛を告白する、情熱的な場面も見られた。本作では、 粉きと表記されている。青い腹掛けに赤色で金と描かれている。第4シリーズシリーズを通してののんきな性格がさらに強調され、43話で石像になりきったり105話でだるまさんが転んだで遊ぶなどとぼけた場面や茶目っ気を見せる場面が増えた。一方で前作では苦手だった文明の利益を使いこなす面も見せる。窮地に陥ると砂掛けバーと互いを褒め合い。 その場を任せようとする場面がお約束となっている。赤い腹掛けに黄色で金と描かれている。第5シリーズ酒家バーが営む妖怪長屋の住人として登場。家賃を数百年滞納しており、また頻繁に嫌じゃ、嫌じゃとダダをこねるなど過去作にも増して砂掛けに叱られることが多くなる。また、黒髪フェチで女装も披露している。その一方で、 西洋妖怪といった強敵との戦いになると、顔つきが変わってかなりやる気な性格になり、普段からは考えられないような強さを発揮する。その強さは、フランケンシュタインやゴーゴンとの一騎打ちに勝利するほどで、ある。そのため、西洋妖怪キラーとして人気を博している。妖怪47市の徳島県代表、スネ毛が目立つようになり、普段は細めだが、 真面目になるときに目を開くことが多い。赤い腹掛けに青色で金と描かれている。第6シリーズシリーズを通しての酒好きな設定がさらに強調され、登場話の多くで酔っているか酒の話題を出す。酔っ払っては猫娘にも呆れられたり、砂掛けバーに叱られるという第5作と同様の設定が残っている。頼まれことを失敗したり、出動できなかったり、 売って酒代にしようと持ち出した品の中に危険な妖怪を封じたものがあって事件の元になったり重要な現場を目撃したはずが場所を覚えていなかったりと過去作品には追っかけて酒があだになる例が目立つネズミ男に小遣い稼ぎで自分の酒を売られそれ以来年に持って彼にはほとんど自分の酒を飲ませようとしなくなる常時酒入りの氷炭を持ち歩き十四話で バックベアードに拉致された時は、それが現場に残され、酔いつぶれて、温心不通になるのは、いつものことだが、これを手放すなんてありえんと、仲間たちに危機感を募らせた。時には一旦も面以上に、女好きな面が出ることもあり、24話では、石あやかのナイスボディブリーに対し、戦闘中や、事件後に、鼻の下を伸ばして砂掛けバーに叩かれ、十九話では、猛暑の中、 水着ギャると、プールに行きたいと猫娘に目を向けながら、発言。72話で嫌味に仲間ともども色ぼけにされた。時は砂掛けに宙を迫ったり猫娘に、一緒に酒風呂に入るんじゃと言って、抱きついたり。94話で旅行先の温泉が混浴じゃ、なくて、悔しがったりとセクハラじみた言動も多い。第3作と同じカラーデザインの腹掛けを着用。第5作同様スネゲが目立つ。 本作準拠の小説、塗り壁では、当人が過去を語る。遥か昔には、四国で山賊のような悪事を働き、多数の妖怪を従えと党を組んでいたが、副昇格のマダビンに裏切られて人間に囚われ、痛めつけられた。逃亡後に裏切った、部下全員を葬ったもの,の、虚しさしか残らず酒と人間への単独犯行の自暴自棄の生活を続けた後、 北郎に懲らしめられゲゲゲの森に誘われ移った。最初内心では北郎を快く思っていなかったが、第一次妖怪大戦争以来、誰かのために戦った後の酒の美味を覚え、北郎たちとの仲間意識も芽生えたという、水木しげるの短編、粉木じじいにも粉木じいが登場。外見は北郎同様、自分を殺そうとした相手と心を入れ替える能力を持ち、 数千年の時を生き続けている。山中で粉木寺院に襲われて粉木寺院を殺そうとした者は。ものは心を入れ替えられて粉木寺院の姿となり、別の誰かが自分を殺そうとするまで山中で待ち続ける羽目になる。コラボ作品、映画妖怪ウォッチでは夏目たちに来たろうと間違われた。前掛けの色は第三作と同じだが、実の色は水色と黄色のツートンカラーである。声は、 第四作と同じ塩親が演じている。ありがとうございます。